停車は三番線から発車いたします。各駅停車ご利用の皆様は三番線までお待ちください。はい、ここからはですね、こちらのですね、ヘッドマークについての、ちょっとした説明をしていきたいと思いますので、もうこれ以上大丈夫という方は、この辺でお別れとなります。ということでですね、このヘッドマーク、ちょっと私はね、一目見ても本当に疑問しか生まれなかったんですよね。まずリアル宝探しというもの、これがまず何を意味しているのかが全然わからなかったものですから、ちょっとね、調べてみたところ、やはり実際にリアルタイムにですね、リアルな宝探しをするということらしいです。ですから、街中に出て、これから紹介する場所に行って、実際に宝箱みたいなものを探しに行くということらしいんですけどね。まず、この題名にもなっている、題名というか、この名前にもなっている、この比企能員という人、これ最初、比企能員って読んでしまったんですけれども、これ、比企能員という人物名らしいんですけれども、この方実はですね、架空の人名ではないらしいんですよ。僕架空の人だと思ったんですけど、これ架空じゃないらしいです。これは実際にいた方のお名前らしいです。比企能員で、これは鎌倉幕府の時代の人なのかな。ちょっと歴史的なことが全然わからないんですけれども、そもそも比企軍とかって言いますけどね、あそこら辺、その比企から取ってるのかな。ちょっとそういったところも含めてよく分かりませんが、その方における伝説の武器を探せということで、伝説の武器というとちょっと歴史的な感じするけど、武器というか、結局は5つなんかありますけども、確かに歴史的なその武器みたいなものですね、これら。そういったものは、もちろん実際に使うわけじゃないけど、それをテーマとして行われるイベントだということなんですけれども、多分この方が比企能員なのかな、ちょっと分かりませんが、とりあえずちょっと見ていきましょう。比企能員の伝説の武器を隠された5つの武器というのが今回のテーマということで、開催期間とかすべてを書きましたが、まず期間が結構長い。来年の2月28日ということで、こちらのヘッドマークの形質もそれぐらいだと思います。で、開催場所がちょっと疑問でして、東松山か寄居までの沿線ということで、結構幅広くないですか？
東松山から寄りって結構運賃もそれなりにしますよね。間に森林公園とか小川町とか挟むわけですから。だからまあそういったところも結構特徴的なんでしょうね。こういう範囲が広いということもね。ですからちょっとそこら辺は詳細を見ていただきたいと思います。そして参加費用が無料ってことで、まあ、当然ながら開催場所がこんな感じですから交通費は絶対にかかると思いますので、まあ、そういったものの費用はもちろん負担になるんですけれども、これを参加するにあたっての費用というものは全く存在しないということらしいです。まあ、ちょっと個人的に興味があったものですから、まあ、これぐらいちょっと調べさせていただいたって別にいいですよね。そして概要ですよね。まあ実際にもう謎を解いてということで、リアルタイムにその街中にある宝探しをするということですね。まあ、なんか初めてのことじゃないらしいんですよね、調べたところ。だからまあ、YouTube とかなんかブログとか調べてみれば、まあ、同じようなイベントの内容のが見られるんでしょうけれどもね、まだちょっと調べてないんですけども。そして謎解きが苦手な人でも参加ができるから、まあ、問題がそんな難しくないってことでしょうね。ですからまあ、気楽にできるってことですね。で、いい運動になったり、まあ、そりゃそうですね。だってこんなにたくさん歩くんでしょ？だから東松山か寄りとかいうぐらいですから。だからまあ、いわゆるハイキングみたいなもんですよね。頭を使うハイキングみたいなもんですよね。まあ、だから休日とかに、まあ、行く分にはとてもいいんじゃないでしょうかね。まあ、私もまあ、休日とか山とかに行きたいなと思ったりするわけですけども、まあ、その代わりにね、こちらに行っても全然いいかなって考えたりしますよね。まあ、これ何がすごいかって、これ一人でもいいんですよね、確か。参加人数が、大人数だったら大人数なりに楽しいし、一人なら一人のね、ペースで、進んでいけるので、もう何人でもいいということらしいですよ。なので、まあ、結構幅広く使える。イベントなんじゃないかなと思いますね。まあ、なんかこういうね、イベントってどうしてもその子供のね、連れた方しか、なんかちょっとイメージが定着しづらいみたいなことがありますけども、まあそういったものを気にせずにね、楽しめるのが、まあ私の理想な大人というものですので、まあぜひこういうイベントにもね、一人でも二人でもね、参加してみるっていうのはとてもいいんじゃないかなというふうに思います。そして参加方法は至って単純でして、まず宝の地図というものを手に入れてスタート。この宝の地図っていうのは、公というか、この今回のイベントに関するホームページにも PDF 化されて公開されてますので、まあ、気になる方はそれをまず参照していただきたい。そしてその後、地図上におけるね、まあ、謎が出されていますので、それを解いた上で、まあ、隠された宝箱を探しに行くということで、それを実際に見つけ出すまで皆さんにはやってもらうということです。そして4番、宝箱に記載されているらしいこのキーワードというものを指定された場所、まあ、これ1箇所だけじゃないんじゃないかな、多分いくつかあると思うんですけど、そこにてまあ報告をすると。そして5番目、優秀者には豪華景品が当たる抽選に応募ができる。まあ、クリアした人全員に、まあ、もらえる景品もあったんですけれども、その中でも優秀者ということで、まあ、抽選ですよね。例えば豪華景品っていうのはですね、まあ、東武鉄道オリジナルの懐中時計というものがありました。まあ、他は全然鉄道的な要素がない、なんか任天堂スイッチとかそういう最近のゲーム機とかでしたけれども、まあ、その鉄道が好きな方は、この懐中時計というものは憧れの存在だと思いますので、まあ、今回のゲームを機にね、まあ、それがゲットできるチャンスを作ってみるのもいいと思います。ということでですね、まあ、これがイベントのまあ概要ということになります。そして、まあ、もちろんこれは謎解きです。ですから、まあ、そのなんだ、ね、答えがバレてはいけないということですよね。ですので、まあ、SNS とかが今流行ってるわけですけれども、まあ、そういう謎を解いた上の答えに関する情報公開禁止なんですけれども、まあ、このイベントそのものをね、まあ、広めてもらう分には全然構わないと思いますので、まあ、皆さんもですね、まあ、ちょっと搭乗船に、ね、特に沿線に住まわれている方はですね、このイベントちょっと、まあ、経験値を上げるっていう意味でもいいですからね、まあ、ちょっとやってみたらいいんじゃないですか、暇つぶしでもいいので。ということで、私もちょっと気になってはいるんですけどね、これを話しているうちにちょっと気になってきたんで、まあ、行ってみてもいいかなと思ってるんですけど、まあ、時間が取れればの話ですけどね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。これにて失礼いたします。